フューリーは1956年から1978年までクライスラー社のプリムス部門によって販売された自動車である。当時のプリムスのフラッグシップモデルであった。フューリーはショールームへ客を呼び寄せるためのモデルとして企画され1956年から販売が開始された。エントリーモデルのブランドであったプリムスに当時の趣向であった。 豪華なモデルをラインナップすることで従来とは異なる、顧客層の集客を図る目的があった。比較にちなみ、その名前の由来もローマ神話の女神、フリアイにインスパイアされた造語である。プリムスベルベレアとは、姉妹車であり、基本的なコンポーネンツは共有しているが、2ドアハードトップのみのボディ、ボディカラーの制限など、プリムスのラインナップ上では、スペシャリテ,ィテイストの強いモデルであった。 現に、初期のフューリーには、オフホワイトで彩られたボディと、側面には、金の装飾が施されており、従来のプリムスモデルに見られない派手さが特徴であった。ラインナップは、2ドアハードトップ、4ドアハードトップ、セダン、ステーションワゴンと、大幅なバリエーションで展開された。1959年型のみ、スポーツフューリーという名のスポーツモデルが存在した。 フューリーは1962年に2代目へと移行する。それまでフルサイズで販売されていたフューリーだったが、この2代目で小型化し、インターミディエートと呼ばれる中型車に変化した。相変わらずプリムスベルベデアとは姉妹車であったが、基本的なコンポーネンツは共有しているが、専用設計された強力なエンジンを搭載したプリムスのフラッグシップモデルとして発表された。 1962年中盤、1959年末に製造が中止されていたスポーツモデル、スポーツフューリーが再登場した。プリムスは1965年に3代目へ移行した。プラットフォームには新たに C プラットフォームが用いられ、インターミディエートからフルサイズへ大型化した。ラインナップはフューリー I、フューリー II。 フューリー3とスポーツフューリーの4種でバリエーションは多岐にわたった。スポーツフューリーはシボレーインパラのスポールモデル SS に対抗した値をつけられた。フューリー I は非常に簡素なエントリーモデルでその多くが警察、タクシー市場に展開された。フューリー2はベーシックモデルの性格が与えられ、フューリー3がその2つの上に立つ上質な性格が与えられていた。 多くの上級モデルのフューリー3とスポーツフューリーはオプションが多く設定された。そして1966年から1969年まではシボレーカプリスなどの対抗としてさらなる上質な上級バージョン VIP が販売された。これらのモデルはオプションで当時の豪華装備であったオートマチックトランスミッション、エアコン、パワーウィンドウが選択できるとともに 追加で、車輪カバー、ビニルトップ、ウォールナットダッシュボードとドアパネル装飾のある校舎に装飾されたインパネ、カーペット、車音材、豪華な車内照明がオーダーできた。1969年にフューリーは4代目へと移行する。プラットフォームは先代から引き継いでいるが、ホイールベースが拡大され、バリエーションはフューリー I、銅2、銅3、スポーツフューリー、 VIP の5種類がラインナップされた。標準エンジンは 230HP を発生する V8 オフでオプションとして時期録 V8 オフが選択できた。1970年フラッグシップモデルの VIP がラインナップ落ちし新たに2ドアモデルにグランクーペが追加された。しかしグランクーペは1971年にフューリーカスタムへと変化した。また、 この年を最後に、コンバーチブルはラインナップから消滅している。またスポーツフューリーには、保守的なフューリーに、スポーティなイメージを与えるため、2台の新しい、ハードトップクーペ、S-23 と、GT、が加えられた。1970年から1971年の、スポーツフューリー GT モデルは、エンジンで 440Ci、6パックキャブレターを、 オプションで装備することができた。それは3機の2バレルのキャブレターからなった。フューリーの1969年型から1974年型は、毎年外見をモデルチェンジしており、毎年ごとに違うフェイスが与えられていた。その最終形態が1974年型であり、1969年型から1973年型に比べるとボディパネルが、 大幅に変更されているのがわかる。なお、1975年からフューリーはフルサイズからインターミディエートサイズに小型化したため、この1974年型をベースにしたグランフューリーが派生することとなる。1975年にフューリーは5代目へ移行した。1972年に発生した世界的なオイルショックの影響からプリムスで売れ筋であった。 フューリーはそれまでのラインナップが見直され、本モデルからインターミディエートと呼ばれる中型モデルのプリムスサテライトをベースとし、サテライトの後継を担うことになった。ボディの小型に合わせ、エンジンラインナップも見直されている。また、本モデルからフューリーが中型へと移行したことにより、プリムス内でのフルサイズモデルは1974年型のフューリーをベースとし新たに派生した。 プリムスグランフューリーがその役目を担うことになった。仙台では多岐にわたったバリエーションはカスタム、スポーツ、サバーバン、ロードランナーの4種類に絞られた。1977年にはそれまで2頭だったヘッドライトを4頭へ変更するフェースリフトが行われた。この1975年型から1978年型は 前モデル同様パトカーなどのフリートセールスが好調で、全米にて大量に販売されていた。なお、ロードランナーは、フューリーのクーペモデルのオプションとして提供されたが、1975年のみで廃止され、その後は、プリムスボラーレをベースとすることになった。ありがとうございます。